肉汁が滴ってます。私これ食べるの夢だったんです。おー、都心から1時間ちょいで来れるスターフォレストキャンプの鶏がですね、3匹いるんですけど、1日1個は踏んでくれるようになりましたが、今日はしんちゃんを交えてですね、ジブリ飯、念願のしんちゃん念願のジブリ飯、そう、作りたい作りたいって言ってたジブリ飯を作りたいと思います。おはようございます。さっき速報が入りまして、しんちゃんが卵を産んでいると北さんから呼び出しがありましたので確認していきたいと思います。おはようございます。誰に、ご飯食べてる。食パンのようにご飯を食べてる。じゃあ早速ひーちゃんハウス開けてみます。あ、ありました、卵、ひーちゃんの卵がかわいい。あの子がお母さん、卵あるかなって心配してるのかな。ちょっとこの大事な卵を今日は分けていただきたいと思います。ちょっとピンク色かわいい。早速こちらの卵、これは昨日と今日の分、はい、はい、おじゃじゃーん、そうめっちゃ美味しそう、美味しそう。今日はこれを使って、はい、あれを作っていきたいと思います。あれを作っちゃうんですか。どうぞ。はい、ということでじゃあ調理の方始めたいと思います。ふんまるジュニアとこのピカピカの可愛いスキレットをお借りしました。はい、はい、じゃあ火つけていきますね。で、オリーブオイル少々。高そうなオリーブオイル今日持参しました。持参したんですか。はい、高い位置か、イタリア修行仕込みの。あ、いい感じですか。いい感じです。はい、そしたらなんと、ダダン、そう、厚切り。どれぐらいあんのこれ。8ミリ。8ミリやんの。これはどこで買ったんですか。西山コロッケで有名な朝日屋さんで買って、はいはい、葉山ステーションだとスライス下のしか売ってなかったので、本店の方に行ってスライスしてもらいました。5分経過しました。肉汁が滴ってます。待ちきれないです。いい感じになったのでひっくり返します。じゃん、おー、うまそう。うわ、おいしそう。もう食べたいんですけど。もう食べたい。はい、じゃああとは卵ですね。はい、はい、いけました。めっちゃいいね、すごい。じゃあいよいよメインディッシュのこちらのひーちゃんの卵を入れていきます。こんなにピンクの、おお、すげえ、黄身が弾力ある。ほんと、なんという幸せな光景でしょうか。皆さん、来ました。来ました。完璧なビジュアルの、見てこれ、美味しそう。これは何ですか。これはハウルの動く城の朝ごはん。おー、あー、私これ食べるの夢だったんですよ。おー、嬉しい。それでパンは、はい、これも葉山の美味しいブレドールっていうね、有名ですよね、うん、すげえうまいです、マジうまいです。キャンプから車で5分、うん、かからないところで買ってきましたので、今日はこれとこれで美味しいランチをいただきたいと思います。はい、今日忘れてた、はい、マジックソルト。いやー、もう黄身がすっごい美味しそう。卵すごいね。ねえ、プルプル。じゃあすみません、真ん中をいただきます。しんちゃん幸せそうな顔してんね、なんか。あ、もう一年で一番幸せかもしれない。あ、ジブリパンじゃん。ジブリパンだ。ジブリパンじゃん。完成。完成。いただきます。いただきます。どう？うまい？幸せそうな顔。美味しい。じっくり焼いたのがいいですね。うんうん、
ということで、じゃあゆっくりお食べください。はい、はいはい、ガブリスク。ガブリスク、うん、おー豪快、うん、うまい最高だ。これがスターフォレストキャンプの葉山のウッドデッキです。森林プライベートデッキ、これ結構広いんですよね。 B サイトの新しい方ですね、うん、スクリーン出して、うん、映画鑑賞したりね、ハンモックを吊るしたりとかもできます。ここは木が結構あるからできるかな。この木と、ね、この木とこの木とあの木で、うん、ハンモックで上には、以前からあるプライベートデッキがあります。で眼下には小川が流れて、ちょっと今見えないんですけど幸男の小屋があそこに本当に見えるんですけど、この前ねヒカキンセイキンさんが、あ、そうヒカキンセイキンさん、ヒカキンさんがね入った川です。あのサワガニがいるんですけど、モクズガニがいるんですよここに。変わった鳥もね、そう変わった鳥、あ今鳴いてるけど三浦で有名なの金花鳥、金花鳥という鳥が来るそうです。あとキングフィッシャー、カワセミですね、青い。この小川のところをですねスーッと通って、ここで何回も見かけてます。どっかに巣があるんだと思うんですけどね。うちのピーちゃんたちが卵を産み始めました。なのでこちらのスターフォレストキャンプ葉山、産みたて卵でキャンプ飯をしたい方、1日1個ずつしか産まないので早いもこちなので、はい、ぜひ、うん、運が良ければ1日3つだよね、うん、で前の日のもあったら6個、うん、6個、はい、みたいな感じになってます、はい、ぜひ楽しみにしてみんな来てください、はい、そしてお料理作ったらぜひそれをインスタグラムにアップしてください、うんうん、はい、待ってます待ってます。はい、食べられました、はい、うまかったですね。美味しかったです。ベーコンカリカリで熱いし、あと3枚ぐらい食べたい。ぜひ食べたい。本当美味しかったです。冗談抜きで、はい、また今度やろうかな、はい、キャンプ行ったら。今回の動画は、あ、はい、なんすか、ご報告、あ、ご報告忘れてました。はい、はい、私新澤、ご報告があります。え、この度旅立つことになりました。マジ旅立つの？はい、卵食べて旅立っちゃうの？クラストをご覧の皆さん、今まで応援ありがとうございました。ありがとうございました。これからは北さん、マリコ先輩が続き頑張りますので、はい、寂しい。しんちゃんですね、12月いっぱいでスターホームを卒業する、卒業して世界に旅立ちます。海外の方にですね、旅だね、旅ですね、でぐるぐる各地を回るそうなので、はい、でしんちゃんでもそちらの方でインスタとかね YouTube も発信しようっていうふうに今考えてますので本当に、で、あのしんちゃんにいろいろコメントをいただいてる方も結構いますしね、しんちゃんファンが結構いるそうです。うちの社員のお友達もですね、しんちゃんのことが大好きで毎日欠かさず YouTube 見てる。本当かな。しんちゃんが今度旅立つんですよって言ったらかなりショック受けてるみたいですけど、こんな感じでしんちゃんのね旅が成功するように私たちは葉山から祈っておりますので、ありがとうございます、はい、行ってきます。いらっしゃい、いらっしゃい、行ってきます。ということでですね、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。今度動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価のボタンの方もよろしくお願いいたします。では、しんちゃん行ってらっしゃい、行ってきます。さよなら。葉山ブッシュクラフトは自然を楽しむためのキャンプ情報や逗子・葉山の魅力を発信しています。また当社スターホームでは葉山の自然を楽しむキャンプサイトの運営、湘南・葉山エリアで家づくりのサポートを行っています。詳しいことは概要欄をご覧ください。